お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラウドシロールやっていくんですけど、今日はね、環境変わりましたってわけで、マジアチャがね、大復活を遂げましたというわけで、このマジアチャオールブレイカーデッキをね、使っていこうかなと思います。もうね、多分ほとんどの方が知ってると思うんですけど、前の環境ですかね。まあ、前々ぐらいの環境か。マジアチャが生き生きしていた時の、もうメインデッキと言ってもね、まあ、過言ではないですね。で、これは矢の雨型なんですけど、トルネポイズン型もあるんですね。コウモリの枠がトルネで、まあ、ヤナメの枠がポイズンか。っていう方もあるんですけども、やっぱトルネがね、前とちょっと変わったっていうので、まあ、それよりはこっちのね、ヤナメ型の方が非常にね、使いやすいと思うので、ぜひこれ、使ってみてくださいってわけで、やっていくんですけど、こっちの動画も出そうと思ったんですよ。このなんか 2.5 ウォールブレイカーか。そう、これで、12勝1面したんですよね。そう、この前したんですが、したのはしたんですけど、マジックアーチャーが環境に入ってきて、マジアーチャーが処理できないんですよね。ウッドサップなんで。はい、ウッドサップだとマジックアーチャーさすがに鬼畜すぎってなって、まあね、環境バイバイかなという感じですね。せっかく12勝1面までしてね、結構、まあ、仕上がったんですけど、まあ、それが環境によるね、まあ、いろいろ、まあ、大変なことっていう感じで、今回ね、まあ、マジアーチャーデッキ、いろいろね、紹介できればいいですが、今日ね、動画、本当休もうと思ったんですよね。動画休もうと思ったんですけど、出したいなと思い、はい。このデッキはね、このデッキはさすがに出したいなと思いつつ、僕のね、過去動画でも多分あるんですけど、このデッキで一回ね、まあ、シーズン序盤、中盤ではありますが、一回グロ1ね、到達したやつとかもあるんでね、ぜひそれをね、このデッキもっと勉強したいとかあればね、ぜひそっちもね、見ていただければいいかなと思います。で、あれでタルババ使ったので、飛ばしつつ、マスキュ、死ぬ死ぬ。で、ちょっと待って、マスキミニペタルか。マスキミニペタルってなんだろう。タルだったよね。アイゴレマスキミニペ、ホグとかバルーンっぽいですね。ホグとかバルーンっぽい。で、このデッキってマジアチャとコウモリとヤナメなんで、バルーンとかも相性悪いと思いがちなんですけど、意外とですね、っていうか、若干相性いいまでありますね。言っちゃうとバルーンは。バルーンに対して、まあ、ラバーはまあヤナメあるんでもちろん相性いいんですが、ボムタワーのね、使い方がマジで大切ですね。多分勝てないっていう方は、ボムタワーの位置を知らないんですよ。そう、ボムタワーの位置だけで、すごいね、相手の攻めを抑えられるんで、それをちょっとね、教えたいなと思います。ここですね。はい、ここ。すごい雑だな。ちょっと待ってね。この、普通のね、ホグが釣れる位置あるじゃないですか。逆サイドのホグは釣れない位置、みたいな、あるじゃないですか。どこだ？ちょっと待って、ちょっと待って。むず。タルババ来る、延命できたらラッキーぐらいで、相手ヒースピーうまい。でも、マジアチャが出た。これ、懐かしのね。この犬器ですよね。マジで。でも、マジアチャは射程は戻ったものの、体力がね、前よりちょっと下がっているので、クエイクウッドとかね、処理されますね。クエイクウッドで、前までミリ残りだったのが処理されます。あ、スケラでしたね。これは、多分、上を押さえて、あー、めっちゃいいヒースピ。お、待って、フリーズだ。やべやべやべ。ちょっと待って待って。フリーズはさすがにオシャレ。で、タルババ来て、オールブレイカーで逃げつつ、逃げつつこれ一発押し込みますね。あ、惜しい。あ、待って。危ない危ない。フリーズはね、めちゃくちゃいいね。ちょっと興奮しますね。フリーズ大好きなんで。よいしょ。でもマジアチャ抜いてる。あ、スケフリだと、このマジアチャが永遠無双してますね。あ、そうですね。ボムタワー、ここが逆サイホクが釣れない位置なんですけど、バルーン来た時に、それの一個内側ですね。一個上でもバルーンを釣れるんですけど、逆サイドのタワーからの攻撃をうまく利用するために、ここですね。この、まあ、真ん中の、ホグ同サイしか釣れない位置の、一個さらに内側にバルーンを置くと、まあ、言ったらほぼ確ですね。ルート強制のルート強制ぐらい入ると、極まれにね、釣れないんですけど、普通のルート強制程度じゃ、バルーンとかも釣れるんで、さら1個違うと、バルーン絶対釣れて、さらにボムの爆破が 100% バルーンに当たって、バルーンを爆破だけにね、抑えれますね、基本的に。はい、なんで、このボムの位置がマジで重要ですね。この位置1つ2つだけで、
相性がね、いい悪いとかもね、変わるレベルだと思うので、五分五分ですね。小屋は HP が減ったんで、結構ね、使用率が下がってきているところではあります。で、まあでも五分五分はちょっと辛いですね、このデッキからすると。まあ、マジアチャが、マジアチャがね、いるんで、言う手ではありますが、インドゴブゴヤ、インドゴブゴヤ、ラバかな、ラバっすね、やっぱり。やっぱりラバっすね。まあこれ僕もいっちゃいますか。ゴブがちょっとめんどくさいですね。で、逆サイにバルキリーまで行っちゃうと多分ババがいると思うので、一回オールブレイカーだけで、流しつつの、そうですね。あ、ここのベビーはやばい。あ、待って、間違っちゃった。あ、待って、最悪。ちょっと待って、ちょっと待って。間違っちゃった。やって、間違っちゃった。これはね、やばい。これはやばい。まあ、だが、ここで、遅れて、矢野、ザップ、ザップ、待て、マジアチャー、マジアチャーやったことによって大ダメージ受けてますが、まあ、その代わりにちょっとダメージも稼いでいるんで、トントンとしましょうか。ザップですね。ザップなので、僕のコウモリは、生きない。まあ、ですが、ウォールブレイカーにザップ使うと通るみたいな感じですね。いやー、ちょっと待って、やべえ、ミスったー。ちょっと待って。勝ちやな。インドベビーだよな、多分。このね、小屋がちょっと厄介ですね。さあ、で、バルキリーコウモリ構えて、これも左側落とさないといけないんで、うわー、タイミングが被らない。これでも1個落とせるんですよね。1個落とせて、そうですね、これは止まんないですね。で、1発、2発、ちょっとやべえっすね。やばいっすね。やばい。335を一応削んないといけない。目覚めもあるんで。OK。で、ウォールブレイカーで逆サイをね。いや、これ勝ちたいですね。この小屋の位置、射抜けますね。あ、射抜く必要もないですね。で、ワンチャンラバとユニットタイミング被れば美味しいけど、インドが暴れてる。これ、射抜きたいですね。射抜いて稼いで、これ、ボムの爆破をうまく利用しつつね。これ、マジアチャが、待って、マジアチャももうちょい頑張れるでしょ。お、待って、すげえ雷鳴ってる。めっちゃ雷鳴ってる。で、ここは多分ね、OK、やらめけない。危ねえ危ねえ、マジで。ラバーポイザップか。そうっすね。これ、ファイブザップでも、まあ、言ったらね、鬼つらいやんってなるんですけど、意外とこう、オールブレイカーにザップ打ったりとか、まあ、回転が早いんでね、2周目の待ち打ちが相手は、こう、まあ、ディガーでしか処理できないみたいな、そこ延命すると、みたいな感じで、まあ、やっぱ回転がね、早いと、こう、すごい勝ちの可能性がね、全然出ますね。今回、まあ、相手がポイズンだったんで、マジアチャがね、すぐ処理されないっていうのは助かりましたね。はい。というなわけですね。あ、今2000か。今2000。あと1000ですね。7時半から、今7時15分なんですけど、ポノスチャンネルでの、なんかトークのね、やつがあるんで、もう動画ね、撮り終えて、今風呂も出て、ストレッチしながら、動画撮りつつ、そうですね。で、生放送終わって、まあ、待ってクラロをして。で、ご飯今日食べてないんですよね。ちょっと。昼食べようと思ったんですけど、もう作るのがめんどくいっすね。待って、めっちゃ光ってる。やば。えぐいっすね。東京とか千葉とか、の辺ちょっと。なんか、最近ちょっと良くないですね。地震2日連続ぐらいで来てるのと、警報みたいな、警告音。携帯で、ね、すごい音が鳴るんですよね。あれによって夜目覚めちゃいますよ。やば。さすがにこの動画には雷の音入ってないと思うんですけど、えぐいですね。めちゃくちゃ。もう死ぬんじゃねえかって思っちゃいますよね。地震来て。まあ、地震来た時も、僕がね、夜2時ぐらいだったんですよ、地震。まあ、寝てた人は起きますけど、今日の地震は僕夜2時ぐらいでクラロワしてたんで、地震が来てもこう、同時ずね、姿勢を保ちつつ、しっかりね、クラロワして、無事勝利できましたね。クラロワ中だと、なんかね、大きな地震を僕はあんま経験したことがないので、
結構気を抜いちゃってますね。まあ、そこは良くないところかもしれないんですけど、ラバは最弱、よろしく。白ドラ、ラバは最弱。これ左上の相手のドラゴンが目動いてるのちょっと気持ち悪いですよね。なんかめちゃくちゃ気になっちゃうんですよね、あれ。試合中。動いてる。矢の目、ああ、ミラー対決だ。ミラー対決は、まあ何が大事かっていうと、まあウォールブレイカー多分お互い本当に通んないので、ディガー削りですね。あ、全然違うやんけ。キョスケキョスケ、矢の目、コウモリ。ハネハネさんかな、ハネハネさんっぽいですよね。なんか。キョスケって見るだけでハネハネさんデッキと思っちゃいますね。ヤナメサイター。オッケー。で、これにつなげつつ、で、ヤナメが回ったコウモリか。あー、スケルトン部隊。そうですね。ボンバー。あー、で、今これウォルブレイカー飛ばすと、コウモリか、まあ、ヤナメ。まあ、コウモリだったら多分、一発ね。気合で入ってくれることがあるんで、あ、そうですね、こんな感じで一発ね気合で入ってくれることがあるので、はい。で、今回ヤナアメがありますね。なので、まあバルキリーコウモリぐらいしてヤナアメ探しつつ、そうですね、ここにワンチャンハンターですけど、高めハンターだとディガーが、お、ボンバーを道連れに、ナイスナイス、あー、おー、もうちょい待って、めっちゃ鳴ってる。え、めっちゃ鳴ってるんですけど、マジで。わかりますかね、すごいっすよ、雷。いやー、これちょっとね、過剰防衛ですね。このスキーいらないっすね。今、ボームタワーだけで守れてるんで、これね、あの、1、2コスだとやっぱユニット出しがちなんですよね。出しがちなんですけど、しっかりね、状況を見て、本当に出すべきかどうかなのを考えてね、やらないともったいないですね。で、今、スケルトン部隊あるので、一回ディガーで、からの闇穴目はさすがに怖い。ロイジェイですね。キョスキロイジェイ。ハネハネさんデッキだな。多分。もう、キョスキロイジェイだとハネハネさんみたいなとこありますよね。これは、落ち着いて。さあ、で、一応クエイク警戒で、闇穴目なんでクエイクないかもしれないんですけど、一応クエイク警戒で、スケルトン部隊回ってない、闇穴目する必要はない、あ、回ってた、嘘ついてごめんなさい。気合いないっす。ヤナアメ強いですね。攻めヤナアメってなんか雪玉だと範囲が狭くて、ザップだとまあ見てから打てるって便利ですけど、ヤナアメってなんか範囲広いんで、適当にウォールブレイカー飛ばした時に一緒にねポイって投げたら、たまたまね、たまたまなんかこうプリンとかこの辺にやると、たまたまプリンとかいろいろ巻き込めるんで、それが強いですね。最後はマジアチャが貫いて、ボムターンもねあるんで、防衛も大丈夫かなと言った感じで。いや、このデッキね、マジで強いですね。本当に。本当に強いですね。絶対強い。なんで、ぜひね、使ってみてください。また、このデッキの動画もね、もっとね、詳しく出せたらいいかなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してない方は、ぜひね、よろしくお願いします。モチベになります。頑張ります。では、バイバイ!